うまい。そうなんですよ。大体相手ディフェンスのため、打ってる人多分いない。足向けてこうやってくるんで、この状態。そこから今度足を越えてなるべく横にしたい。なんでいろいろパスガードってあると思うんですけど、一番空洞に適してる手っ取り早いのはこれだけ。一番速くてくっつかれない。なんでイメージ的にはちょっと押してくる、こんな感じです。相手押すとちょっと相手反発してくるんで、それを利用してくる。これちょっとコツがいいですよ。でポイントはこの時にこっちの足からじゃなくて体格を必ず、これがもう大事です。こう回した時にはもうしっかりここを素早く入れとく。1,2,3,4 でこう繋げてもいいですし、今のパートだけでもやってる。ちょっとやってみましょう。自分が弱点なところをしっかり教えてくれるところが優しいかなと思います。強いと優しいです。その中でやっぱりね、彼のいいところをちょっと考えてみると、やっぱり非常に基本に忠実、ね、それかやっぱ思いやりのある組み手、今回のサービス本当に期待します、ね、ちっちゃい頃から高校までずっと野球やってたんですけど、まあ、親父がやってたんで中学ぐらいで諦めました。あ、無理だな。瀬田大学入って、まあ、サークルみたいな形で早稲田巡視部だったんで、はい、新しいことをやってみたいなと思って、入門したっすね。万全な状態で臨めなかった試合ってやっぱり結構思うような結果出なくて、はい、そういうのがすごい悔しくて、やっぱり空洞以外の趣味 MMA とか格闘技以外柔術とか結局なんか今のもう生活だと仕事して、まあ、子供もいるんで、はい、まあ、家庭の家事行くとかあるけど、それで格闘技やっちゃうともう趣味の時間ないな、まあ、趣味が格闘技みたいなものになっちゃってます。僕はもう優勝だけですね、はい、優勝以外ない。今回は、まあ、今の状態でどこまでできるかっていうのを試したいっていうのもあるし、はいはい、日本代表としてロシアとかそういった強い国に勝ちたいっていうのは、で結婚してもできるし、子供生まれてもできますから、大道塾強いんだよっていうのを見せれるように頑張って続けていきたいと思います。ぜひぜひ空洞の普及のためにも頑張ってください。